皆さんどうもこんにちは。こんにち,んちは。白熱フットボールタクティックスチャンネル第十五回目の配信でございます。今日もナビゲーターは高。そしてサッカー日本代表戦が楽しみな中です。はい、そうですね。代表戦ですもんね。以前のオリンピック代表ね特集ということで小笠原をピックアップしましたけども今回ねあのちゃんとまた選ばれてくれた。 大南は選んでないんでしたっけ。ああ選ばれてないですね。ああまあじゃあ太陽だけでしたか。高太陽だけでしたただも楽しみですね。ねはいもう一個ですよ。はい、もうサプライズっていうかね。はい、ようやく来たかという。ほうほう A に我がが江坂選手ねいやそれ嬉しかったですね。ついに選ばれてしまった。ですよね、また日韓戦ですから、ぜひ活躍してほしいと思いを込めてですね。日韓戦ではえば、寸議も選ばれましたもんね。そうですよ。そうですよ。的にはね、守護神のキム・スンギを選ばれてますから、ちょっとね、代表戦がね、待ち遠しくてね、1枚今回スライド入れちゃいました。この後ね、お話させていただければと思いますので、よろしくお願いします。代表戦と、そしてエスパラス戦の中身に入っていきたいと思います。ということでね、 ちょっと待ち遠しくて、ね、A 代表の予想スタメンちょっとオリンピック世代の代表の予想スタメン書かせていただいてますけど、はい、正直わかんないです。はい そうですね、正直分かんない中で、ねまああの、柏レースに関連する選手だけね、チロットだけ触れさせていただくと、まず左の A 代表の予想からいくと、右にねあの伊藤純也が、3連スで活躍して、ね、ノリノリの伊藤純也は、これ、多分右でもうスタメン張ってもおかしくないですよいやいや、春るでしょう、だってこれ、ファーストチョイスじゃないですか。ファーストチョイスじゃないかなと思って、まず1個目書いてもらうで問題の餌が当たる選手ですよ、うん、あの真ん中に、ね、南野と鎌田っていう、まあ、海外組がいますけれども、それ以外の選手、 を見たときに、うん、もしかしたらこれ左のサイドでワンチャンスためあるんじゃないかな？確かに左で晴れるのってフルハシぐらいしかいないですもんね。そう、他にこの模試でフォーメーションでいくんだったら、<ー>案外いけちゃうんじゃないか？かここで使われるのが予想されるってことですね。そう、だからさ、面白い。三番手とか四番手とかじゃなくて、十分に必要なチャンスがある。 今ステータスにいるんじゃないかと。ナガさんこれは面白いですね。これねちょっとこれでワクワクして待ってたい。しますね。しますね。そう実際蓋開けてみなきゃわかんないですけどちょっとこれ期待したいなと思ってます。これもある意味で江坂が真ん中も横もできますよってまあ能力が触れてるかもしれないですよね。もしかしたらカ田とか南野が流れてきちゃうかもしれないけど。でももうその交代とかね。全然出るチャンスなって思ってます。そうかそうかそうか。日うほうを背負ったねエサカさぜひ。楽しみです。セも楽しみですね。そうですよ。で右にね今度オリンピック代表。オリンピックはい。 これはちょっと見慣れた感じですけど小型医療ですよねまさしくずっと選ばれてきました一応ね4バックの左サイドバックで書いてますけどこれ3バックになってもねもちろんセンターバックでもできますからこれはファーストチョイスになるんじゃないかそうですねでボランチにね中山裕太が中山裕太すはいこれは多分まあファーストチョイスに出てくるんじゃないかなとじゃないですかまあ A 代表でもボランチやってたぐらいですからねそうそうそうまあだからここの共演もねもしか見ないんじゃないかなとアルゼンチン戦ですけどもこれもねぜひ皆さん 注目カシュアレースルのモーサーたちが日ま丸を背負って、ねね、ああ、楽しみですね。この見てもレイソル選手が結構増えてきたんですかね。いや、そうですよ。そうです。まあ、元もね、元カシュレースルも含めてね、ねね増えてきたのでね、うんうん、まあこれちょっと、いったん J リーグは中断しますけど、そうですね、ここもぜひカシュレースのファンとしては楽しんでいきたいと思いますの皆さんぜひチェックしてみてください。はい。 ということで、本田に戻ります。第六節ですね。ええ、V. S. 清水エスファルス戦ということで、うん、結果は一対二の敗北でございます。苦しいな四連敗。四連敗か。 やってますね。だいぶやってます。ちょっとちょっと解説する僕たちのメンタルでも来てきましたね。結構ねメンタル来てる。結構試合中もね何話そうかなと思いながらなんかだいたいねあの中心はいつもと同じようなこう課題が見えてきてる。まあその中でまあいつもと違うとことかね良かったところ悪かったとこ今日話できればと思います。左下試合のポイント四つ書いてます。まず一個目。 マーカーの受け渡しとディフェンスラインの声が結構。ほうほうこれ柏レーソルの二失点目のシーンですよ。ヘリングされたシーンです、ね。ヘリングされたシーンです。あそこでね、あのヘリングした相手選手。サンタナ選手ですけど、あそこのマークの受け渡し。あのセンターバックどうすんの。 っていうあ,<ー>あそこをちょっとこの後お話をちょっと深めていきたいと思いますで二つ目サイドプレイヤーの展開力不足と書いてますけど<い>まあこれちょっとねこれ表記が正しいのかどうかちょっと我々もね、うん、思うところあるんですけど、ええ、要はうちで言うとまあ,あの攻撃の時って基本スリーバックになるじゃないですかそうですねそうですねタ島大南まあ小形太陽が三枚張るじゃないですかでそっからサイドからね展開していこうった時になんか明るい未来見えなくないですかうんまあ確かにサイドの選手がボール持った時 なんか前を向く姿勢がなく、うん、そのまま戻す気持ちを持ちながらボールもらいますよね。そうなんか一回挟むっていう,う、ね、ところに終始しちゃっていて、うんうん、そこから何か前にね。ドリブル仕掛けるとか、ねね、ワンツー決めるとか、なんか前にどんどん行こうってう推進力があまり。 確かに戻す気満々で受けますからね,かからねそうそうちょっとそこのサイドにねもうちょいガツガツなところっていうのは見たいない確かにまあ光丸選手がボール持った時左足でしか蹴れないみたいなとこも含めてちょっとサイドから展開する未来は見えないですよね見えないよねっていうのを書かせていただきますでもねまあ負けましたけど2つばかり良かったと思っててうん、うん、3つ目神谷とサビオの受けの上手うま、ん、さ、うん、これあの前回の動画でもちょっと今後の展望ということでねお話しさせていただいた要はあのー サイドの選手、はい、前に張ってる選手が中に絞ってきてボール受けたりそこの中で連動でね うまくポジション取りしたりと、ところでボールがよく収まっていたかなと。そうですね、そうですね。サビオに関してはまあ相変わらず真ん中に寄ってきてギャップでボールもらってうまかったですし、神谷も結構途中から入ってきてね、うまくこうクリスとかと連動しながらワンツーでこう抜けていったしのありましたからね。そうですよね。だかサイドの前張ってる選手がうまい受けをしたなと思ったのと最後がねあの細谷くんね、フォセンターフォワードであ主に張ってましたけどかなり足元で収まってましたよね。かったですよね。うん。まあだからそこがねやっぱあのユースか 上がってきただけあって、うん、足元をねうまく受けて、次に繋げるっていうね,うね細かくねなんかそういうのが。 結構,いい結構まあ確かに前の収まりはまあ良くなったかなっていうのを感じましたね結構強いパスとかもちゃんと足元にスッと収まってたイメージ、はい、なので結構細谷君これからねこのサッカーをね今後だから要はトップの人が収めてそこから我々が言ってた2列目の飛び出しみたいなサッカーを展望していくのであれば細谷はかなりその収まりという意味では重要,で、ね、重要なピースになるかなというところですので、はい、ちょっと柏の得点のシーンも含めてね深めていきたいと思いますのでちょっと次のページいっちゃいましはい行きましょう、はい で、カショアレースルの二失点目のシーンを、まあ、少し図を持ってね。はい、あのー、話ししていこうと思います。はいはい、まず、これ、相手の左サイドの、うん、まあ、選手がボールを持っています。で、得点を実際にしたのが、そこのね、この真ん中の選手ね。はい、オレンジのの、のこれ、ね、これサンタナ選手ですよ。で、このからね、左サイドの選手が、あの、ボールを持って、中に切り込んで、ドリブルしてきた時に。このサンタナ選手が、一回ね、この受けようと、ちょっと中に入って、こうすね、そう。 この25番、44番、大南と上島の間にちょっと入ってきたんですよ。で、実際はボールはそこに出ずに逆サイドに展開されます。そこに入ります。で、そこに最初、三つ丸がチェックしに行って、そう。あの 大南と上島が左サイドったあ右サイドからいてに映ったのでスライドしました、しましたまずこの時点でこのサンタナ選手のマークというのがこれ、どっちがついてるんですか、ね、大南と上島と。で、この時、ね、この入った瞬間、大南はチロチロ見てるわけ確かに2回は見てた,見てた、ね、はだ、いはいはいはい、だし上島もどうすんのかなって思ってたはず、その顔はしてましたね。 でまあ、その右サイドの話に戻すと相手のサイドバックが上がってきて三、はい、つ丸とサビオがうまく入れ替わってサビオがチェックしますとうまくチェックしたんだけど結局上がっちゃうんだよね、これがね。それは致し方ない。うん、で、結局このマークがね、あのどっちがつくのって状態になっていたサンタラ選手に見事にフリーで決められるという。 っていうのをはっきりさせられなかったっていうところだと思うんですよ。た、ええ、だ一方で上島も今うん、うん、そうここのねこの選手。 が中に入ってきたのにフラフラフラーとこれをずっと見てるわけですよていう状況をまず大南に伝えられていたのかそうです、ね、かつ大南もチロチロ見ていて結局そのマーカーを自分がやるのかどうかというのをちゃんとはっきり伝えられたのかというここの連携が少し甘かったのかな、うん、まあそれはそうですね、まあ、ディフェンスラインとして上がってくる選手を見るっていうのは大事重要ですけどそもそもマーカーもともとついたやつ誰がつくのっていうのを引き継ぎができなかったと。そそそそうううう要はこの 知ってのシーンって、あのー、普通的有利だったんですよ、柏レーソンの方が。相手はいわゆるこのサンタナ選手と、はい、この流れてきた選手の2枚しかいなくて、こっちは4枚いたんですよ、中に。そうですね、陽、まあ、も絞ってきましたから、だからここまでいい守備してきた柏レーソンからしたら、ここってすごいもったいないんですよね。うん、まあ確かに、まあ、マーカーの受けとって声の掛け合いで、なんとかできますからね。相手のクロスもなかったですけど、うん、ここが できてたのか、できてなかったのかっていうのは、すごい気になります。なるほど、まあ、そういう意味で、まあ、確かにディフェンスラインで、まあ、喋りが少なかったっていう意味で、まあ、ベテランの。ソメヤう途中から入ったっていうのもあったかもしれない。うかもしれない。はい。ここ、すごい気になった。もったいないですね。もったいない。はい。これ、今後改善できたなって思ってます。はい。はい。ありがとうございます。一ては、柏シレース、久しぶりのゴール。はい。今期三点目のシーンを、ちょっと見ていきましょう。はい。 まず、ね、あの賀太陽、今ボール持ってますけど、はい、これ、相手の1人ね、ここあの守備をかわしたあのうま、ね、いトラップでまず1人ね、ね剥がしましたよね。うん、で、こっから小賀太陽の、ね、得意技、鋭い縦パスがズドンと細いに収まりますよ。こ,こ,すね、これでも相手のディフェンダーね、5人置き去りにしました。 ここの五枚が完全に視線がずれたわけですね。ずれたわけです。ここを一気に突き抜けた鋭い立てパス。見事なパスです。まずここが見事です。はい,はいはい。でここからもう一つね、まず細谷がまあちゃんと収まりました、ね、はいはいはい、はい、ちゃんとすぐトラップしてすぐ前向いて。はい。ちょっと運びましたことね。ちょっと運びました。はいはい、はい、でここから一番ね我々が期待していた二列目からの飛び出し、左でいうサビオと右の神。はいはいはい。ここがこの細谷を追い越して俺にくれと。はいはいはい。 やってましたねやってましたね。で結果まあサビオのところは結構行き詰まってたんでなんかこうディフェンスなんかこう来ましたよねこうやってね来た来た来たそうそう,そう結構コースカットされてたんでうまく膨らんでコースを作った神谷の足元に細谷、うん、が入れて神谷が絶妙なトラップからシュート持ち込んでゴールになりました、はい、はい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 ドンですねそういうシーンでしたねはいはいはい、はい、なのでまあ細谷がうまく収まるというのとまあ この数的優位とは言えないサービーを細谷神谷の3枚で相手4枚に立ち向かってたところでうまくスペースついて点を取れたというのは今後ねかなり明るい兆しとなって見えてきたところじゃないかとそうですね細谷がしっかりボールを収めてくれて2列、う、目、ん、から飛び出してくれたと、うん、でうまくこうディフェンスラインのズレを作っときながら、うん、その上がってきた2列目を使うと。うんそう いうまあいわゆる理想のパターンですよね。おっしゃる通りこれがねまあ今回左サビオでしたし、まあ今後エサカーとか、まああとはあのコロナが明ければブラジル人のアタッカーとかがこの辺にまあ絡んでくると、まあかなりまたねこれ飛び出しとかスターマリとかももっと良くなってどんどん点取れるじゃないかと期待してます。これがまあ厚みがある攻撃ってやつですね。そうだね。これがようやくこれで一点取れたと、いうのは大きな収穫だったかなと。確かに今までね今までのまああの。 アーリークロスじゃない形でゴールということですね。ということで次は事実の予想ですね。ちょっとあの代表戦ウィークがあるので日はまたぎますけど2週間ぐらい行きますね。次は横浜 FC 戦で昨シーズンどうだったかゴ分ゴ分っすね。ああホームで負けてアウェーで勝つと5分5分でしたね試合のポイント左下3つ書いてますけど、はい、横浜 FC 今開幕6連敗中です。 わお。柏レースをやる状況ひどい。です横山のシに負けますんでしたっけ。それはルバンか。ルバン。ルバンなすな。ルバン足すな。柏レースは実は今シーズルバンカップで負けてます。あ、じゃあ唯一の一勝がレースということですね。そういうことです。はいはい。横山のシーンです。はい。もうちょっと調子がいいとは思えないね。同士。はいはということで、まあこれをきっかけに浮上するね。はいはいはい。な、何かを得られるんじゃないかと、お互いが意気込んでる試合だと思います。なるほど、なるほど。はい。で、二つ目。 あの岡部節監督は下平です。下平はい。かつあのちょっとね中が押していた手塚康平が手塚平最近スタ久米でずっと出てます。はいはいはい。中さん押してたんですか手塚康平？いやカシレースに戻ってくると私は信じてたんで。あ,あの左足ね。左足フリーキックを決めてくれると信じてたんではい、はい。あそうなんだ。まあそこが見れるっていうなね敵ながら期待はしちゃうところはありますね。そうですね。でまああの怪我人がね。 まあ復帰してくるとサビを神あ,、ね、あたりがカシャレストラしてきましたしこれどうなるかわからないですけどあの契約が決まってるブラジル人のね,ねメンバーたちがもしかしたら出れるかもしれないねっていう話そうですねそうですねそうしたらまたね前線とかね、まあ、後ろもそうですけどまた分厚い攻撃がね期待できるんじゃないかとだからちょっとね今までの戦い方メンバーとうん、うん、もしかしたらこの2週間ぐらいで変わるかもしれない確かに確かにうん だからちょっとこの2週間っていうのは今後に柏レースを、ね、占う2週間になるかもしれないのでまあこの2週間、まあ、ちょっと間は空いちゃうけどちょっとそわそわしちゃうよね。 いいなけど選手が新しく入ってくるかもしれないしというのも含めてねちょっとカシャレーするファンとしてはちょっと注視しておかなきゃいけない2週間になるかなと血の入れ替えがあるかもしれないということですね。ということで今回負けて4連敗とかシャレータになってしまいましたけど次、相手6連敗中ですからここ勝たないでどうするのかという話なのでちょっと前向きに結構試合見ていいかなと思います。 とということでね、えー、今回少し長くなりましたけども、えええー、第15回、はいね、解説こちらにて、えー、おしまいとさせていただければなりますので次の動画でまたお会いしましょう。ししょうでは,では